出席員16名でありますこれより予算特別委員会を開きます先例により記録署名委員を委員長から指名をいたします高 hiro 委員入原委員以上の方にお願いをいたしますそれではこれより付託議案の審査を行います今次定例会において本委員会に審査を付託された議案は県第1号議案 令和6年度広島県一般会計予算など15件であります。これら議案を一括して議題といたします。これより質疑を行います。通告者に順次発言を許します。山下委員 皆さんおはようございます。東広島市選出自由民主党広島県議会議員連盟の山下守でございます。本日は予算特別委員会で質問の機会を与えていただき、委員長はじめ皆様に厚く御礼申し上げます。昨年4月に広島県議会議員となり、早くも1年がたとうとしております。私のの取り組みのテーマとして経済を守る子どもを守守るる子 環境を守るを掲げております今次予算特別委員会でもこの3つのテーマに沿った質問をさせていただきたいと思っております執行部の皆様には簡潔で分かりやすい答弁をよろしくお願いいたしますまずはじめに半導体産業の大型投資への対応と新たなまちづくりについて4点お伺いいたします 1>, 1点目は半導体関連産業の集積に向けた戦略についてお伺いいたします。昨年5月にマイクロメモリジャパンの5000億の大型投資が発表されましたが、この投資において半導体量産工程として国内で初めて EUV6 個装置が導入されると伺っております。また、この投資には国も約2000億の支援を決めており、こうした動きは 井崎知事をはじめ広島県が積極的に行ってきた投資促進活動の非常に大きな成果だと認識しております。今後、この投資に伴う経済波及効果が広島県欧地域のみならず広く国内へ広がっていくことを期待しているところであります。言うままででもあありませんが半導体は工業製品だけななく通信金融などあらゆる サービス分野ににおおおいいてててて広くく使われておりり今や私たちのの生活になくてはならないものとなはらもとっておりま,すまた世界情勢が大きく変化する中で経済安全保障リスクの高まりやデジタル化、グリーン化への対応も必要性もより大きく現実的な課題として顕著化してきておりこうしたことを背景として産業競争力の源泉となるデジタル技術の活用や これを支える半導体関連の技術分野での技術革新に遅れず、むしろリードしていくことは、日本が今後も世界でプレゼンスを発揮していくために必要なことであります。こうした中、昨年6月に国が改定した半導体デジタル産業戦略においては、半導体産業につきまして、生成系 AI の登場や、量子コンピューター等の情報処理速度の異次元の飛躍、 さらにデータセンターでの計算処理の圧倒的な拡大や、今後の各分野でのデジタル技術の利用拡大が見込まれること、また自動車、ロボティクスをはじめとするものづくり産業の競争力を確保する必要があることなどから、これらの付加価値分野の心臓部となる半導体、デジタル産業基盤での技術の日本の技術力向上が不可欠となってきており、 各国がしのぎを削る中、この流れに取り残されることは死活問題であるという認識が示されております。先に述べました、本県に立地するマイクロンへの国からの支援も、北海道や岩手、熊本とともに、日本の将来を左右する国の半導体戦力に沿った取り組みであると考えております。ご承知のとおり、かつて東広島を含む県の中央地域においては、 広島県自らが大きな構想を持って、広島市、呉市などとの役割分担の中、官も学園都市建設、広島中央テクノポリス建設という2つのプロジェクトを進めてきた経緯があり、こうした取り組みが今日につながっていると思っております。また、現在、東広島ではマイクロンの大型投資や動き、広島 G7 サミット開催に合わせて発表された 半導体の未来に向けた人材育成と研究開発のための日米大学パートナーシップの創設など、半導体を取り巻く動きをきっかけとして、これまでのまちづくりの新たなステージとして、大学や企業との競争により、2050年を見据えて国内外から選ばれる次世代学園都市づくりに向けた取り組みを進めようとしておられます。私も日本全体で人口が減少する中、 広島県の活力を維持するためには、将来を見据えた居住環境や街を作り、その街に魅力ある仕事を作ることで、本県が世界から選ばれる場所となる必要性を強く感じております。知事は昨年11月に東広島市や広島大学とともに訪米されましたが、訪問先では半導体産業と大学は連携しながら。 づくりをを進めている状況を視察されたと聞いておりますこの度の大型投資に伴い、マイクロンや関連企業の需要地の確保、上下水、道路などの基,本せ基盤整備ももちろん重要であると思いますが、この動きを将来にわたってさらに大きいうねりにしていくためには、従業員の増加に伴う居住環境の整備など、 周辺環境の整備も含めた企業や従業員、研究者等に選ばれる街を作っていく必要性があると思っております。また、黒市、合原ーバル地区に大手半導体製造装置メーカーのディスコが新たな工場を建設予定されるとも伺っております。今後、広島が世界的な半導体の製造拠点として、世界から選ばれる地になっていくよう、 戦略的なまちづくりを取り組むため広域行政を担う県としてかつての広島中央テクノポリスのように半導体産業の集積を核とした新たな構想を描くべき時期が来ていると考えますそこで県として今後の半導体産業の集積に向けた戦略について知事のご所見をお伺いいたします湯崎知事 半導体関連産業につきましては、安心誇り挑戦広島ビジョンアクションプランにおきまして、今後、成長が見込まれる先端、成長産業と位置づけ、半導体関連企業の,拠点,性の拠点性の強化や関連産業の集積に向けて重点的に取り組むこととしております。半導体関連企業が国際競争力の維持、強化を図っていくためには、研究開発や設備投資を を継続するるここととが必要不可欠であることから新たな工業用水道や道路などのインフラの整備、瀬戸内半導体競争コンソーシアムなどによる半導体人材の育成確保、外国人を含む従業員等の生活環境の整備、半導体企業と地域企業とのビジネスマッチングなどを行っているところでございます。今後もも地元自治体体をはじめとととする関関係機関とも一体となって 半導体関連企業が活動しやすい環境を総合的に整備することにより、半導体関連産業のさらなる集積を図ってまいります。はい、委員山下委員、はいえー。続きまして二点目に東広島のまちづけまちづくりへの協力についてお伺いいたします。えー、東広島市では広島大学と持続可能可能な未来のビジョンを共有し、 東広島市の行政資源と広島大学の教育、研究資源を融合しながら活用することで地方創生を実現するとと,ともに持続的な地域の発展と大学の進化を目指すタウン構想を推進しておられますこのタウンガウン構想に基づきさまざまな地域課題の中からまずは半導体産業の受け皿作りのため取り組みを進め 今後、土地活用や道路計画など、町の基盤について検討を行うと伺っております。現在、国策として進められている半導体産業に支援につながる受け皿づくりであると思いますが、土地活用や道路計画などの基盤整備には、市や大学だけでなく、県の協力も必要不可欠ではないでしょうか。こうした東広島市と広島大学の取り組みは、 半導体産業など、核とした本県の活性化につながる画期的なものであり、県としてもこの取り組みを支えるべく、この基盤整備などを含めた居住環境の創出に積極的に協力し、一体となって推進していくべきと考えますが、知事のご所見をお伺いいたします。湯崎知事 東広島市におきましては、広島大学を中心とした世界に貢献するイノベーション創造の街を目指しており、令和4年3月に策定した東広島市次世代学園都市構想に基づき、広島大学と取り組むタウンガウンを中心とした産学間の連携のもと、イノベーションが起きる仕組みづくり、グローバルスタンダードな生活環境づくり、 学びと実践による人づくりの3つの取り組みを推進されておられます。本県といたしましても、次世代学園都市構想の推進は、県全体の発展に資するものと考えており、今後、広島大学における半導体の研究機能を強化し、大学教授やエンジニアなどの高度外国人材の誘致を進めるためには、海外の方々にとって魅力的な居住環境を創出していく必要があると考えております。 このため、地域特性に応じたまちづくりを目指すゆとりと魅力ある居住環境の創出モデル事業の第1弾のモデル地区として、令和3年度から広島大学周辺エリアにおける将来ビジョンの策定や、具体的なエリアデザインの検討などを支援しているところでございます。現在、東広島市と広島大学、民間企業で構成される広島大学スマートシティ競争コンソーシアムにおきまして、 広島大学周辺の土地活用などの方針も含め、事業化に向けた基礎的な調査・検討が行われているところであり、検討いたしましては、東広島市が掲げる基盤整備を含めた居住環境の創出が着実に進むよう、引き続き技術的な支援などを行うとともに、具体的な実施段階におきましても必要な後押しをしたいと考えております<上>山下委員。 続きまして3点目に新たな産業団地整備についてお伺いいたします。半導体産業は製造工程において設計、素材、製造装置、品質管理など川上から川下に向けて関連産業非常に多く半導体エコシステムが形成されます。こうした関連産業の立地場所の確保についても側面支援として非常に 重要な取り組みであると認識しております県営産業団地につきましては本郷産業団地を売却したことにより県中央地域での県有の団地も少なくなってきておりますこうした中東広島市では半導体関連の大型投資に連動し令和6年度から市営産業団地の整備に着手することとしております マイクロの大型投資を契機に企業ニーズが極めて高くなっている地域であり市営産業団地だけでは不足するのではないかと懸念しており県としての取り組みを必要ではないかと考えておりますマイクロの大型投資やそれに対する国の大規模な支援策が見込まれる中東広島の市の未利用県有地の状況と 新たな産業団地の必要性について、どのように捉えているか、知事のご所見をお伺いいたします湯崎知事産業用地は企業の誘致や投資を促進していくために、極めて重要であると考えており、さまざまな企業ニーズに対応できるよう、県、市長、民間事業者など、多様な主体による確保を進めているところでございます。 県営産業団地の新たな増成につきましては、将来の税収も含め、増成経費が回収できるかという考え方、いわゆるネットプレゼントバリューにより判断を行うこととしておりますが、県内の産業用地が少なくなっている中、企業に産業用地を提供できない機械損失リスクも踏まえながら、検討を進めてまいりたいと考えております。県の土地造成事業会計における東広島市内の未着手用地につきましては、 入野地区と福富地区があり、乳野地区におきましては、幅広く利活用策を検討しているところでありますが、福富地区におきましては、一部メガソーラー用地として貸し付けており、貸し付け期間終了後の利活用を検討していく予定としております。これらの未着手用地の造成につきましては、企業ニーズを見極めた上で、東広島市とも連携しながら、検討を進めてまいりたいと考えております。 山下委員続きまして4点目に半導体関連産業の設備投資に伴うインフラ整備についてお伺いいたしますこれまで述べてまいりましたが国においては半導体産業を国策と位置づけ積極的に支援を行う姿勢を鮮明にしており令和5年度の補正予算でデジタル田園都市国家構想交付金に 地域産業構想転換インフラ整備推進交付金を追加し半導体工場などの大規模な生産拠点整備について関連インフラの整備支援の制度が創設されました北海道や岩手熊本においては県が主導してこの交付金を積極的に活用しながら関連インフラの整備を行おうとしております 広島県でも活用できるものと思っておりますが、1月末に公表されたこの交付金の配分額を見ると、北海道、岩手、熊本が約10億円から30億円の配分を受けているのに対し、広島県は約4億円と1桁少ない配分額となっておりました。下水道については、東広島市が実施主体であり、交付金創設以前から、 先行してて整備を進めめきたためやむを得ないとしても、道路整備事業は、県管理道路が中心となるはずであり、執行部にはもっと積極的な対応を要望いたします。現に、マイクロン周辺では渋滞が慢性化してきており、この対策は急務と考えます。また、将来的な大規模投資や関連企業の土地を、立地を見据え、 地域産業構想転換インフラ整備推進交付金などの支援制度を最大限活用し、東広島市のまちづくりと連携して、計画的な道路整備など、必要なインフラの整備を行う図っていく必要があると思いますえ。道路の4車線化による渋滞対策など、より一層地元と連携してインフラ整備を進める必要があると思いますが、知事のご所見をお伺いいたします。湯崎知事 半導体生産拠点周辺の道路整備につきましては、物流の効率化、円滑化を図るため、生産拠点と高速道路インターチェンジを結ぶアクセス道路であります、一般国道375号の4車線化や、一般県道吉川最上線の道路拡幅等について、今年度、国が新たに創設した地域産業構造転換インフラ整備推進交付金を活用し、 事業をすすることとしております引き続きこれら道路事業の早期完成を目指すとともに、東広島市と緊密に連携し、半導体関連企業の拠点性の強化や、さらなる関連産業の集積に向け、道路をはじめとするインフラ整備の推進に積極的に取り組んでまいります。委員長山下委員、はいえー、熊本県では TSMC の進出を契機に、半導体産業のさらなる集積や、新産業の消失層の波及効果を生み、県下全域における経済成長に結びつけていくため、熊本半導体産業推進ビジョンを策定されました。本県においても、マイクロの大型投資を追い風に、県、市長、企業、大学などが連携し、今後の 産業振興経済成長に向けた対極的な戦略が必要と考えておりますので、今お答えいただいた取り組みを含め、早急な対応を要望し、一旦質問を終わります。